往年の Z をオマージュした特別使用車が発表。2024年6月17日に日産のアメリカ法人は、フェアレディ Z の生誕55周年を記念する特別使用車 Z ヘリテージエディションを発表しました。日本ではディーラーオプションで、カスタマイズドエディションとして販売されています。 一方で今回アメリカで発表された特別使用車は、同市場向けに改良を施し、装備された一台となっています。最大の特徴であるエクステリアは、1969年に発表されたダットサン 240ZS30 を、彷彿とさせるスタイルに仕上げられています。基本的な造形は、 カスタマイズドエディションに準じており、2本の水平基調となるフロントグリルや、ニューサイドオレンジ、2本目432オレンジ、グロスブラック仕上げの19インチアルミホイールなどを装備、昭和レトロな雰囲気を醸し出しています。また Z ヘリテージエディションでは、カスタマイズドエディションとは異なる、 Z ロゴのサイドデカールをまとい、さらにはトップルーフからリアハッチにかけてセンターストライプを採用。その他、リアクォーターピラーにある Z バッチには、ヘリテージエディション専用デザインのデカールが装飾され、特別感を演出しています。一方、インテリアはとてもシンプルで、ブラックに統一されています。Z ヘリテージエディションは、 Z のパフォーマンスグレードをベースとしており、パワートレインには最高出力 400PS、最大トルク 475Nm を、誇る3 0ー v 型6気筒ツインターボエンジンを搭載。これに6速 MT または9速 AT が組み合わされます。日産のアメリカ法人は、 この Z ヘリテージエディションを数量限定で販売することを発表していますが、具体的な台数については、現時点では明らかになっていません。価格は 59, 5万9135ドル、約932万3300円で、2024年夏ごろに販売されるといいます。